どうもありがとうございます。どうもありがとうございます。この前、木下優香さんの銃求めるみたいなのあったじゃないですか。ありましたね。カロリーカロリーは頭に違いになるでしょ。やっぱ、優香さん一人じゃないじゃないですか、YouTuber は一人じゃないということで、今回ですけど YouTuber のジュール求めてみたー。イエーイ。なんかもうちょっと他の人も知りたいなって思っちゃったんですよ。で、今回アンケート取ることにしたんですよ。はい、で、そのアンケートをもとに僕がジュールの計算式作ってきたんですよ。おぉ、まず発表したいと思うんですけど。お、あ、もうそれはできてるやん。それじゃあ式は7割ぐらいしか全顔理論で、もう実はアンケート30組40組ぐらいから。お、なかなかの人脈を誇ってきてるね。まずアンケート聞いた内容なんですけど、今回6つのことをね、いろんな YouTuber さんにお聞きしました。聞いた内容、その1、クオリティオブライフ、これをパーセントで数値化してもらいました。今自分の人生どれだけ満足してますかって。なかなか結構さ、地味にそれ直球な。それ直球な質問ですよ。その2、おでこの面積を平方センチメートルで。おでこのね、広さって結構大事なんですよ。ハゲてる人の方がいいの、いいのさ。広い人の方が頑張ってる感は出てる、正直。頑張ってる感は出てる。3番、好きな食べ物とその代替のカロリー。それは結構真っ当な。え、これ真っ当ですよ。これあのちゃんと得たエネルギーなんで。確かに確かに。木下優香理論です、これ。確かに。で、4番、身長。5番目、平均睡眠時間。これも聞きました。で、これ6番、好きな星の名前。好きな星。好きな星。それ、どういうふうに考慮されるんですか。好きな星があると、その星と自分の万有引力ってあるじゃないですか。ありますね。あります、あるじゃないですか。位置エネルギーはあるか、そこで。でも そういうことです。はい、それなんかもう、うん、さっきのパラメーターで、なんかこうかける割るとか、かける割るとかされて、分数の中になんかいろいろなんか好きな星の名前との距離とか身長とかがもう入った。なるほど、式があるんですよ。はい、ということで、まあ、実際にね、はい、アンケート結果を代入して数値求めていきたいと思います。はい、ということで、メイキットパスポートカロリミットパンケーキ。まずですね、東海オンエアの哲也くん、彼の QOL、 はい、8億でございます。人生めちゃくちゃ楽しそうで羨ましいでございます。続きまして、おでこの面積、はい、50センチ平方メートル。あ、それ結構普通、妥当な。50センチってことは 5×10 だから、はいはいはい、結構ちょうどぐらいかもしれない。妥当なんですね、それは。食べ物と、はい、そのカロリー、はい、とろり三種のチーズ牛丼、はい、豚汁おしんこセット、はい、1310キロカロリー。めっちゃちゃんと書くやん。それめちゃくちゃ意外と真面目に書いてくれてる。身長 178.3。 あ、身長ね、大きいね。で、平均睡眠時間、はい、12時間。寝すぎやん。クソ投げ長っ。あのハードワークで12時間睡眠はやばいよ。はい、好きな星の名前、北極星。はい、ということで430光年。4100兆キロ。そんなにかかるんや。あ、哲也のジュール出た。おお、哲也のジュール出た。すげえ、出てるやん、もう。哲也くんのジュール。はい。85億ジュールです。おお。で、これが、これが、木下優香さん超えてへん。いや、木下優香さんをギリ超えてない。ギリ超えてへん。ギリ超えてない。おお、さすが。これ多分、多分、で、逆に言うと木下優香さんってこのカロリーの部分の効果でかすぎて抗ってるから。あ、さっき言ったから、はいはいはい、その辺なんか本当のこれとかをまたやると、はい、やるともうとまた変わるバーンってなる、バーンってなる可能性ある、ほんまに。あ、じゃあ次柴犬くん、はい、QOL が、1580。あ、だから絶妙やん。うん、そうだね。絶妙に徹夜まではいかへん。徹夜まではいかへん、はい、次、おでこの面積、はい、2億平方センチメートル。やりました。そこやってしまいました。そのパターンあるん、分かった。俺でさ、なんで2億になったんかなって。おでこが小腸の絨毛みたいに表面にブツブツあるじゃん。あ、あれはブツブツのこの、これを全部なぞっていった感じ。そう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 、よく食べる食べ物、カサゴ。魚ね。魚です。魚ね。で、身長が、身長、身長ね、ちょっとこれ異次元に来てるんですけど、彼170Hz って書いてます。え、だからこの時点でちょっとあの今までの計算式が成り立たないようになっちゃった。ヘルツって書かれてるから、もう単位が合わへんから。で、シュライユは実はあれ残像なんかもしれん。あー、波なんやん。波ない、シュライユって。シュライユって波なんやん。波説ある、これ波なんやん。課長でいいんじゃん、ここんじゃ。課長って、それだから V イコール F ラムだから。そうなんすか。シュライユさんの身長、身長17億6400センチメートルです。ちょっとどれくらいやろ。でもちょっとこれ波長やからちょっと違う。波長やから、ちょっと意味的にはちょっと違うんですけど、睡眠時間さ、平均睡眠時間が頭おかしい。頭おかしい。平均睡眠時間24時間。
24時間不営業24時間休業なの。え、いつじゃ動画撮ってんのって感じ。だから、まあ、高速やから、この人一般の時間軸で生きてへんの。あ、そういうことや。そもそもあれば大好きな星、はい、ゴジラ好きな星、ゴジラ。続きまして、はい、ゆきりぬさん、ゆきりぬさんね、はい、ゆきりぬさんのまず QOL 70% です。おお、リアルな数字よね。そうなんですよ。続きまして、はい、おでこの面積なんですけど、はい、18パイ平方センチメートルです。お、パイをね、パイを使ってくる、パイを使ってくるんだ、ね、いや、これね、自分の顔を XYZ 平面上に書いて、うん、実際は Y 軸方向に湾曲しているか、計算が複雑になるため XZ 座標平面上の半径6センチの範囲と仮定して計算を行った。おお、ちょっとイケっぽいとか見せてきてるやん。こうやってね。はい、じゃあ伊沢くん行く。じゃあ伊沢くん行きますか、タクシーに。東大生から、はいはいはい、真っ当な回答をしてくるっていう読みがまた当やね。いや、ほんまそうなんですけど、伊沢くんの QOL、はい、1729。おっと、これだいぶやってきましたね。パーセントの概念が終わりましたもん。ちょっと東大生としてどうなのかなという。おでこの面積 3A カーってこれどういうこと。何それ、なんか A カー、 A カーって何。 A カーって何。え、 1A カーは4047平方メートル。とんでもないだお前。だからツルピンどころちゃうだよ。ほらほら、じゃあ須貝くん行くか。あ、須貝くん、須貝くん行くか。クイズノック須貝くん、これすごい回答してるんですよ。 QOL、はい、E の π 乗と π の E 乗のうち大きい方っていう。そこで問題出さんといてよ。須貝くん、これは僕、あの、知ってる、あの、この問題見たことあるんで、だいたい E の π 乗の方が大きくて21ぐらいなの、確か。おお、だから21ぐらいから21って入れる。実は低い。実は満足してんのや。そうそうそう。あ、熱い男おったわ。熱い男いた。熱い男おったわ。忘れてた。モンスタージョン TV。 あった。 QOL、はい、810度って書いてます。ドセルシウスなんです。ドセルシウスなんで。いや、めっちゃ難しいな、それ。相当充実してそうですね、もう。はいはいはい。で、星、これ、まあ、暴挙出てます、それ。好きな星、はい、因果探し星。綺麗な、綺麗な、なすもう、因果探しなんや。でも、愛ちゃん行きたい、愛ちゃん。あ、キズナ愛ちゃん、はい、キズナ愛ちゃん行く。はい、キズナ愛ちゃんの、はい、人生エンジョイ度、はい、クオリティブライフ、はい、もちろん 100% 毎日がエブリディって言ってた。って書いてます。はい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 。好きな食べ物、はい、AI だから食べれないんです、実質ゼロカロリー。あ、終わった、終わった、終わった。以上ゼロ。この時点でもうゼロとかってしまった。全部かけるので繋がってるから終わった、終わった。税金さん、税金さん、我らが税金さん、税金さん強いよ。まず QOL、 なんと、お、なんと、これがね、なんとね、まさか1億でございます。税金さんの QOL1 億でございます。僕盛られてるはずやのに、そんなに QOL 高いんや。ヒカルさん、ヒカルさん、ヒカルさん、はい、全て1。全部1って書いてある。全部1、全然じゃなかった。はい、ということで第1回2019年度上半期、はい、YouTuber 熱量コンクール、はい、お願いします。第3位、デケ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 デン、709万8750ジュール。お、セキンさん、セキンさん。ということでね、これもう完全に理由は QOL です。QOL1 億ですから。いや、まさかのセキンさんが1億で答えるとは思ってなかったね、我々。セキンさんほんまちょけるんやね。はい。第2位、でけ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 でん、2342万5941ジュール。時計でさー、これは何が原因でしょう。 QOL8 億です。あー、これです、それは全てこれです。でも QOL8 億の人間より上がいる。それがまたすごいことで、すごいね。ということで、栄えある第1位 YouTuber のジュールランキング第1位、なんと桁がめちゃくちゃ上がります、これ。お、いきますよ。はい、でけ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 でん、2.19×10⁵ ジュール、 2.19 ペタジュールでございます。なんと木下優香さんのギガジュール超えちゃったな、超えちゃった。松岡修造のテラジュール超えてしまいました。この第1位の方、なんと新たな伝説を生み出してしまいました。その方は、はい、クイズノック伊沢、伊沢東大王辞めたら熱量かという。そう、次熱量の座を、熱量の座をね、取りに行ったクイズノック伊沢、要因はですね、圧倒的なおでこの広さ。
からワースト3位、はい、ワースト3位は、はい、0.000950 ヒカルさんでございます。ヒカルさん QOL も 1%、 あカロリーも 1%、 だからカロリーでみんな稼いでるんですよ。カロリーが、ね、キロカロリーをカロリーに直して入れてるから、はいはいはい、かワースト2位、2位4.2 マイクロジュール。3個1、ヤッピーヤッピッピー。これダメだった理由はですね、うん、星との距離がめちゃくちゃ遠かったっていうのが痛すぎます、ね、これ本当に、はい、乙女座ね、乙女座がね、なんと6000万光年だったっていうのが、じゃあ栄えあるワースト1位、もう皆さんご存知、もうご存知、キズナアイさんでございます。ということで、ね、唯一のゼロジュール。私AIだから何も食べたことないゼロカロリーっていうので掛け算してゼロになっちゃいました。他の値全然いらないです。もうそれだけ聞きたかったっていうレベル、それだけ聞きたかった、それだけ聞きたかった、はい、